本全国報道委員会、僕が長年メディアでは取り上げないような日本の闇、日本の大問題、こういうことを広く国民の皆様に問題提起してきました。そしてこれはもう自民党には任せられないと、政界に生かそうと国盛衆という国会議員を生み出す、そういう団体ができました。そしてとうとうできたのが新党国盛です。私、あずさまりと本間奈々代表、必死になって頑張っております。そしてただいま、今この凱旋 YouTube のチャンネル桜別館、ここで生配信しております。ぜひ皆様ご覧になってみてください。私今回思いました、本当に林元議員、千葉の親中派議員なんですけれど、かろうじて2000数百票で勝ったんです。しかし選挙前は落選する予想でした。元ですね、幹事長代理です、大臣まで務めた方が慌てふためいて何をやったか、多古町町長に圧力をかけたんです。そして多古町町長、この人政治のプロです。この方が違法行為だと分かっていて、投票日当日に役所の職員に圧力かけたんです。また公表しろと林元議員に、このような町長という立場を利用して違法行為をやってまで林元議員に票を入れなければいけない理由があった。林元議員年齢制限に比例復活できなかったんです。これは氷山の一角だと思います。多古町町長は逮捕されました。なんと多古町の役場まで家宅捜査が入ったんです。首長が逮捕され、役所にまで捜査が入る、これ大変なことですよ。本当に恥ずかしいことだと思います。民主主義終わってますよ。そして多分検察は立件できる確証があるからそこまでしているんです。相当何かを握っているはずです。もしかしたら金銭の問題も出てくるのかもしれません。私思います、そこまでして親中派議員、中国に媚びを売ると書いて美中派議員、代表格の林元さん、議員の座を奪い取りました、死守しました。本当に僅差でかろうじて、多分彼は本当は落選したしていたんでしょう。だいぶダークな票を抜かしたらですね、そこまでして彼は何をやりたかったのか、選挙前に調子、高速道路通します、そう言ってました。調子は高速道路がないことで本当に非常に交通の便が悪く、人口が半減しているんです。少子化止めるのはこういうインフラ整備、国民のためにお金を使う、そして税の負担が高すぎる、それを是正する、こういうことが真の少子化のをストップさせることではないんでしょうか。それをせずに今彼は多分約束また破ります。9期高速道路を調子に通すと言って当選してはやってこなかったんです。そして対中非難決議です。今中国共産党がウイグルの皆様を残虐行為で殺しているんです。ぜひ知らない方は SNS 開いてみてください。検索すると本当に悲しい、むごい画像いっぱい出てきます。いきなりお父さんお母さん奪われて、ここへ死んでる子供の写真、内臓奪われて、ここに思いっきり手術跡、ぱっかり胸を割られてそのまま捨てられてる子供の写真、そしてウイグルの強制収容所の周りにはどんどん仮想化が立っているんです。1兆4000億円も中国共産党ウイグル人の方から奪った臓器で臓器売買を設けているんです。これに対しあのバイデンでさえ中国北京のオリンピック、これ外交的ボイコットを口にしました。
それなのに私たちの国どうですか？人道的な問題です。右も左も領土に関係ないんです。世界中がこういう人類にとっての悲劇、アジアが泣いている、これをほっといちゃいけないと日本も対人非難決議6月通そうとした超党派でですよ。それを葬った二階俊博さんと林素雄さん、選挙前にこのことで落選しそうになってこう言いました。次当選したら対人非難決議再考するともう一度提案すると言ったんです。しかしすでにもう岸田政権は対中非難決議見送ろうとしています。林素雄さん、なぜ一言も何も言わないんですか？千葉の候補者林さん以外の3人全員ジェノサイドを認める、ジェノサイドが行われている、これは大変むごいことだ、対中非難決議は必要だったって言ってたんです。それであなたも林さんも必要だと言って当選している、それなのに無視しているんです。自民党はもうすでに口先ばっかりです。悲しいことです。私はずっと自民党を応援してきました。しかしもう議席、これを取ること、政権を維持すること、保身、こればかりになり選挙に勝った途端主にしてしまうんです。岸田総理も言ってること全然違うことをやってるじゃないですか。高市早苗さんは岸田総理にとって恩人だったはずです。もうすでに後ろ足で砂かけるようなことをしています。こういう信用できない大人たちが子どもたちの未来をダメにしているんです。私は社会に出た1年目でバブルが弾けました。そこからずっと不景気です。若い人たち、そして子どもたちは将来思うでしょう。若い人たちはすでに思っています。自分たちが知らないうちに勝手に大人が日本を壊していっているんです。派遣社員ばかりになって構造改革という綺麗なことを言いながら日本人の人生、命、生活、これを守ること、これを壊してきた。そして派遣社員、労働者から搾取している、必死に働いている人から中間マージン、法外なマージンを取り搾取している、そういうパソナのような派遣会社がこのコロナ禍で国民がみんな苦しんでいる中、昨年に比べて純利益10倍に伸ばしているんです。こういう政権にべったりの竹中平蔵のような者たちがどん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 声を取り、そしておいしい思いをし、私たちは国民は搾取されていく、こういう世の中、もう本当になんとかしないと。中国におもねり、中国がディスるようなことばかり進めていく、そういう美中議員、行き過ぎた親中議員が多すぎる。そして今尖閣見てください。毎日武装した外国船が、中国海警が一番大杉島に近いところを陣取っているんです。もうほぼ実効支配されかかっています。そしてこの間中国とロシア、日本一周したじゃないですか。挑発しているんですよ。日本中の土地は買い漁られ、北海道の水源地買い漁られ、そして武蔵野市はスパイ防止法もないこの国に実質的な参政権、外国人参政権を通そうとしている。どんどん私たちの国失っていきます。このままでは本当にストップしていかないと子どもたちの未来、日本人のための日本じゃなくなってしまっています。スパイ防止法がないまま岸田政権、移民政策のようなことも進めてしまっています。特殊技能、これを持った外国の方々が実質的な無期限、在留期限が無期限になる、それ来年にもやろうとしているんです。10年経ったら永住権です。
政治家たちは勉強すべきです。人口侵略され、そして肝心のモンゴルの方より、肝心の人口が増えた今南モンゴルではモンゴルの方々の意見が通らなくなっていく。日本もそこに突き進んでいるんです。これをお金だとかビジネス、中国ビジネス利権だとか、そういうことで国を売っている汚い政治家たちが多すぎる。これは本当に問題です。そしてもっと問題なのが、手垂れ、天ぴり腰、弱腰、そういう勇気がない大人たちが、子どもの未来に無責任まま問題を放置して悪化させていっているんです。もうこの流れ、私たち国民の手で止めましょう。私たち新党国盛の青は静かな色です。この青は静かですが、青い炎は一番熱い。私たちの心の中には、熱い熱い日の丸、これがメラメラと燃えています。日照記の白、白もとっても熱い炎の白色です。そして隣国、大きな天体、真っ赤な天体、隣国にいますね。大きな天体の赤い色はどういう色かとご存知でしょうか。年老いて臨終前の腰の色なんです。大きいだけで恐れおののいてはいけません。私たち山の民族は、日本は心の力がある。ああいう強気の覇権主義の、強気の覇権主義の、ああいう国というのは本当は弱いから、侵略、こういうものを目指すんです。怖いから怯えて周りをどんどん征服していかなければ、心配でしょうがない国なんです。